3月18日木曜日の全国の天気をお伝えします。高気圧圏内となり広く日差しが届きそうです。穏やかな空となるところが多くなります。関東地方は南部を中心に深夜はにわか雨がありそうです。また東北も日本海側では雲の出やすいタイミングがあり弱い雨や雪の可能性があります。北海道は強まることはありませんが雪の可能性があるため気になる方は雨具をお持ちください。では気温の予想を確認していきます。まずは朝の予想気温です。朝はやはり内陸を中心に冷えそうです。ただその後どんどん日中は気温が上がっていきまして西日本ではやはり20度を超えるところもありそうです。また関東地方でも20度近くまで上がる予想ですね。その後夜には再び下がっていきますので1日の寒暖差にお気をつけください。以上全国の木曜日のお天気でした。